あれ、ここはなんだっけ。マップは全然まだ把握できていないが、お、どうも蛮族です。なんか金目のものをいただきに来ました。おっと、石の担当だ。もらっとくわ容赦なくもらっとくわ。羽もらっときます。羽、羽、羽は何に使うかな。あ、あなたの羽でした。すいませんね。武士、武士じゃん。大丈夫。何か、健康。船が難破してここに漂着したんだ。助けが欲しい。手を貸してやろう。下を見ろ。お前の2本の手が見えるだろう。され、自分の手を使え。こいつ。情けない奴だ。あ、無防備なものを攻撃するのは名誉に関わる。だって。攻撃できないんだって。当たんねえわ。戻ってきたぞー。まだ村の中もね、あんまり探索してないからね、これね。はーい。いや、もう大変だったよ。この顔。何台？何台はないだろう。鐘楼が再建されたぞ。お疲れさん。金も昔のようにその音を奏でるだろう。いよいよ家を建てる時だ。逃げることにあれだけの時間を費やして、漁師の兵士たちに目の前で自分の家を焼かれて、家をまた建てるってのはどんな気持ちがするんだろうか。それを投資に言ったところで、君の家は焼かれたのか。気持ちは察するよ。同じことを経験したからね。長いこと俺は何度もそれを思い出したよ。ああ、家焼かれちゃったから不老者になっちゃったんだ、投資。はい。過去に執着するよりも新しいものを作ることの方がずっと大事なことだ。材料が必要なら、ここの廃屋を自由に解体してくれ。ああ、もう言われる前にやっちゃいました。ありがとうございます。あ、焼けた鐘楼だ。あ、これがそうなのか。この鐘楼の金をお前くれたのか。ああ、そういうことね。じゃあこれも解体しよう。はい。よっ。じゃあこの村にはもうほんと鐘楼はない。つか、誰ももしかしたら住んでない、これ。はあ。誰も住んでなくない。あー、なんか人はいる。一応いる。どうも、不老者だ、みんな。さゆり、ようこそ。あそこにあるのは何だい？公主台？はい、自由の代価です。芝山殿に反抗した最初の一騎を率いた炎次郎はここで死にました。あれ？炎次郎って、炎次郎村？って言ってたよね。盗賊の村が炎次郎村だって言ってたよね。一騎を率いてたんだ。私は自分の目で目撃したのです。決して忘れたりはしません。その後間もなく私たちは復讐を果たしました。あ、芝山殿を討ち取ったってこと。そして守護がこの土地を支配することはもうないでしょう。エンジロは盗賊だったの？いいえ、エンジロは刀を抜く前に頭を使う人でした。人々にどう話しかければいいのかを心得ていたのです。罪のない商人に強盗を働いたり、交易路を塞いで蔵を略奪するのは絶対に炎次郎の意志の一部ではありません。ああ。これあれだね。今存在している炎次郎村の盗賊のことをこれ批判してるんだな、きっとな。そういうことやってるんだ。これあれだな。ここに村を作れっていうことだったんだな、きっとな、これな。てっきりここに村があるのかと思ったら全部焼けて村はありませんでしたと。そういうことだと。いうことですね、これはね。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。やっとわかりました。よし、鐘楼壊しに行くか。ここに建て直すか。そういうことね。さすがにここに毎回、投資の話を聞きに来たりするのは辛いですね。とても辛いことなので、また作り直すか。まあね、グラフィック綺麗だからね。うん。道中も退屈しないよ。あ、やった！これは、おこぼれ頂戴してもよろしいやつじゃないですか、これ。なんかないですか？ん？あった！風呂敷包み！オープン！草履、わらじです。わらじゲットです。ありがとうございます。装備しようか？あ、もう装備してるわ。してた。してました。売ります。ちょっと早くさ、家を作って、アコをね、迎えに行かなきゃいけないから、俺。アコずっと海岸にいるからね。ちょっと待ってろって出てきたけども、全然帰ってこない。死んだって思われるような。さあ、解体ができるかどうかですね。確かあった気がするな。これで、
解体、はい、解体。解体、解体しまーす。おぉ解体できないマジか、ここに村作るってかい。ああ、わかった、いいよ。作ろう、作ろう。いいよ、いいよ。作ろう、作ろう。やっぱね、これ、巡り合わせだから、これ。ね。うん。これはもう、ここに建てろというね、おぼし飯ですね。はい。小さな家を建てます、僕はここに。ここに建てます。ここに建てるから、俺。だって、ここに鐘楼置いちゃったもん。ね、もう壊せないって言うんだからね。ここに作るしかないでしょ？うん。全然後悔とかないからね。ん？作れないですね。配置を妨げてるオブジェクトがあるだって。木がいっぱいあるから、ここはね。まず木を切りなさいって話ですよ、最初にね。うん。だってこれ、住居用の場所じゃないもん、ここ。それは最初はね、木を切るとこからスタートなわけですよ。ね。この当たり前の話でしょ？もう板作ろう。板多分必要でしょ？うん。ちょうどね、どっちにせよ板を使うからね、これはね。うん。まあ、一石二鳥ですよ。障害物を壊して、板も手に入ると。よいしょー。ああ、ほら。それは斧も壊れるもん。ね、木いっぱいあるからね、それはね。もう、しょうがないから。ね、石がないでしょ？石を拾わなきゃいけないんだけどね。石ないんだもん。ないですね。ないし、上がれないっていうね。上がれないんだけど、意外と。待って。あ、意外と深いんだね、これほんとね。うん。上がれないですね。あ、上がった。お、なんか村がある。関村。村あったぞ、みんな。どうもすいませんね、遅くなってからね。あ、村長さん、どうも。総司、こんにちは。あなたがこの村の長だね。その通り、君はこの地に移住してきた新しい不老人の一人だね。私たちは廃村に立ち寄って、それで、ああ、知ってると思う。仙北、あ、関って、なんか漢字違うけども、多分、さっきの漢字の読み方だと関だよね。納屋の中には新参者を嫌うところもあるが、我々はそうじゃない。森は万物の母のようなものだ。森は我々に食べ物や衣類を与えてくれもするし、ある時は怒って我々をボコボコにする時もある。普段は温厚だけれども、きっちりこう物事をきっちりしているヤンキーみたいな、そんな感じなのかな、森は。買い物できないかな、買い物。酒場の主人。すごいそわそわしない。取引できますね。取引しましょう。私、売るものをあります。まず、草履が2個ある。これ1個いらないですね。売る。はい、売った。いらなそうなもの、丸太、皮付き丸太。これ売るわ。で、君から買いたいのは何かっていうと、日本酒とかあるよ。日本酒買おうか。50もする。買う。はい、日本酒買った。ありがとう。もう真っ暗だ。じゃ、ここに、建てる。この鐘楼があるところが、広場。広場的な扱いで、ここをぐるっと円を描くように、家を建てていこうかな、というふうに思っている、今のところ。はい。じゃあ、まずは、家を建てるには、基礎部分から、丸太全般8本必要なので、また、切りますと。よし！ OK！ すごい、神業。なんかしないけど、上の方まで綺麗に切れてる。まず、基礎部分。これで。完成です。はい。今度は家の床を作ります。これは板ですね。あ、板いっぱいありますから。はいよー。おー、すご。次は、家の壁を作る。まず、こっからかな？普通の扉、左。いける。おう。いろいろこれ、あー、なるほどね。針葉樹、落葉樹、上質な針葉樹。これは、木の種類か。杉だと上質な針葉樹。うん。こっちもあるからね。そうそう。これ。これがダイナスティシリーズだよな。どっか石ないですか？あ、キノコ発見。松茸だ！すごっ！松茸だよ、みんな。松林か。あ、赤松。うわー、やば！松茸ご飯にしたい。わさびだ！すごっ！わさびだって、面白。そば打ちたい。二八そばぐらいでこう、そば打ちたいですね。そばを作るの失敗して、本日そば作り失敗したのでありませんって言った店を開かないみたいなね。そういうちょっと頑固なお店の主人になりたいなぁ、俺。さあ、初めての小さな家。シルバニアファミリー。
完成！やったー！おー、家です。オランチ。オランチできたよ。川沿いのオランチ。なにこれ？移動に！お、普通にハンマー叩けばできるのか。ん？おう、いいね。で、寝床だね。ゴザ？ゴザか。あ、藁を使うんだ。何ですか？ニュークラフティングマスタリーレベル D1 度。あ、なんか、クラフトがなんか、できるようになった。また楽しい話が開ける。クラフト、職人かな？なんだろうな。木こり、木こり。少ない回数振るだけでどんな木でも切り倒せる。あ、アンロックしたっぽい。何の音もなく。シャキーンとかそういう音欲しかったけどね。あ、書いてあるわ。アンロックできる能力1って書いてあるね。でもう一個いけるんだ。何がいいかなぁ。あ、武士の道。このカテゴリーはまだダメなんだね。ゼロだ。やっぱそれぞれあれだね。そうってなんだこれ。それぞれちゃんと、この統治者の道ならこれ用の何か行動を取ることで溜まっていくんだね。交渉上手。買い値が 5% かな？あ、5% 良くなる。はい。こっちは。商人。全アイテムが 10% 高く売れる。あ、これいいなぁ。これやろうか。アンロック。で、職人ももう一個いけるんだよね。やっちゃいましょうか。凄腕職人。クラフトが 15% 速くなる。はい。石は大事だから。あ、なんかあるぞ。なんだあれ。また、いいものを発見できそうですね。ヤマトビッツ、オープン。なんだこれ。毛皮だ。これは？麺の手袋。あ、浪人がさ、これしたいな、めっちゃ。やった。全部もらいます。おお、装備しよう、装備しよう。やった、浪人傘。おい、そして、麺の手袋。いいですねー。うわ見えねえこんななる。あ、そう。あ、今度大丈夫だ。びっくりした。最初だけだったね。一回視点をね、切り替えれば、もう、待って、イノシシ来てる。やばいやばいやばい、ちょ、待て待て待て、遊んでる場合じゃなかった。さあ、投資、お前が来いよ。むしろ、家が完成、すごく疲れた。それに正直言って少し汚いな、だって。あ、やっぱりこの、自分の体が臭いとかあるのかな？温泉に行ってみたらどうだい、だって。あ、温泉なんてあるの？健康の刈谷を抜けて、川から離れた道沿いに行くんだ。健康でさっきの物資か？家が完成。そう、もうかい？そいつはすごい。おめでとう。増築してみたらどうだい？食料採取とか、木材伐採用の小屋を建てるとかね。やり方を教えてあげることもできるよ。いや、来てくれよ。でもいよいよ落ち着く時は来たね。いや、これは始まりに過ぎないんだ。俺は居場所を作りたいんだ。みんなにね。家族や友人、近所の人たち、故郷のみんな、それから俺みたいな不老人さ。ちょっと、大事になりかねないな。ここの人たちは怖がりで疑り深いんだ。ここに不老人の一団全員を受け入れたりするなんて絶対にありえないよ。俺は君を説得しただろう？彼らのことも説得できるとは思わないのかい？他の人たちはそう簡単にはいかないよ。俺だったら君の考えを少しずつ広めていってみんなを怖がらないようにするな。まずはみんなに君のことを知ってもらう必要がある。知ってもらう最善のやり方はみんなの助けになることだ。最初に助ける必要があるのはアコだ。ようやくアコに住む場所を与えてあげられる。そんな、いきなり投資にアコの話してもわかんないでしょ。皆さんご存知のみたいなこと単純に言うけどさ。はい。お、村人を手伝ってダイナスティレジェンドのレベルを5まで上げてくださいと。了解。まずじゃあ、アコだな。お待たせアコ。だいぶ待たせたな。2日ぐらい待たせた。あー、ずっとそこにいたのか、アコ。ごめんなー。お待たせ。あ、あなたは。あなたは、そういう反応になるよね。良い知らせがあるぞ。村が再建された。一緒に見に行こう。すごい、とても嬉しいわ。私の家の場所を教えて、そしたら家のことはやっておくわ。オッケー。はい、じゃあ行きましょうか。ダイナスティー、村人。アコ。うん、大人です。家がないので、それを割り当てる。プレイヤービレッジ1。うん、名前変えたいけどな。はい、割り当て、オッケー。アコさん。これで、移動を開始してくれるんじゃないのかな。いや、座んな、寝るな、寝るな。
もうここ気に入ってんじゃん。もうじゃあお前ここでいいよ。せっかく家用意したんだから行こうよ。お前多分来てくれるはず。うん。俺は信じてる。待ってるから、お前のこと。次は、村人を手伝って、ダイナスティレジェンドレベルを5まで上げるということで、3人いましたね。統治から聞いた。まずは、地侍の健康かな。いた。こいつだよな、きっと。わあ、お前だ。統治から助けを必要としてるかもと聞いたんだけど。誰の助けも必要ない。それに今はあの小僧のことに忙しいんだ。誰だ、その小僧って。誰もいないけど。むしろ泣き虫小僧と言うべきか。キクマスだ。狩りの練習をしてこいと言ったんだ。きっとどこかで勝手に楽しんでいるんだろう。その子はどこにいるの？きっと狩猟小屋の裏にある丘に隠れて泣いてるんだろう。帰ってこなくてどれくらい経つんだ？かなりの長さだ。それに俺の時間を無駄にしているのはあいつだけじゃないようだ。され。お前なん、ちょっと、迎えに行けよ。あー、タイマス壊れた。真っ暗だ。健康、マジやばい。マジやばい。こいつマジやばい。あの健康にありがとうと言わせてやりてえわ。あいつにありがとう言われたら気持ちいいだろうな。ありがとうもしくはごめんなさいだね。どっちか言ってほしいわ、俺。とりあえず、やっぱり暗いわ。暗いんで、一回寝よう。風よけ、作って寝よう。おやすみなさい。よし、あ、春最終日じゃない。夏なった。夏に切り替わりました。大人二人。はいはい。アコは村に着いたのかな。よくわかんないけど。村人の要求。食事ゼロ、飲み物ゼロ。だって。はい。ん？あ！戻ってきた。そうか。季節が変わると自動的に戻ってくるのか。じゃあ、なんか生産施設作ろうか。アコが働けるところ。それやろう。あ、これか。生産施設の設備。これだね。ひこり小屋。こういうのを、でも食べ物も欲しい気もするよな。最初やっぱり最終小屋かな。食料庫。倉庫。ん？違う。わかった。そっかそっか。俺さっき見てたのこれ、設備だから、違うんだ。最初にまずベースで作るのは、建物の中の生産施設だ。これだ！最終小屋を作ると、なんかいろいろ多分キノコとか採集できるんだね。はい！待って、今建物を移動ってあったな。建物を移動。これ何これ？ん？あ、場所を変えれると。なるほどね。あ、移動ってあるけど。移動。あ、できるじゃん！小路移動できるね。できるじゃん。今更じゃないこれ。あ、いや、今回はいいや。とりあえず、今回も作っちゃいましょう。次回やるまでに、そうだね。次回やるまでに、しれっとね、投資のところに移動してるかもしれませんけど、一旦ちょっと作り終えちゃいましょう。もう、頼むわ。はい、完成。最終小屋です。ダイナスティー州の、すげえ降ってる。ずっと降ってる。あ、スタミナなくなった。村人が物を生産したり消費したりするには、資源や道具、その成果物を保管する場所が必要です。ダイナスティ収納は全体共有され、様々な建物を様々な家具から開くことができます。4次元ポケットみたいな感じのイメージかな。OK! とりあえずこれで、最終小屋が、できたはできたのかな？できたということでよろしいね。はい。なので、アコ、割り当てをしましょう。怒ってるもん、アコ。仕事変更。最終者。で、何を採集するかですけれども、ごぼう行きたいとこですね。ごぼう行こう。88% なのこれ。採集できる確率？あー、食料庫がない。そうだね、食料庫ないね。食料庫はじゃあ作るか？作っとくか？いいよ。もうそこまでやろう。はい。ここに作りましょう。食料庫。はい。あとは、丸太8、板8。オーケー。でもちょっともう遅いから、俺は寝たい。寝るわ。ご座で。あー、これ寝れるの嬉しいな。おやすみなさい。アコ来ないね。全然。いたー！アコいた！また寝たー！はい！完
完成！完成です。食料庫です。これで働いてくれますか？働いてくれますかね？お願いしていいですかね？本当にすいませんけど。やった！いけるいける！他取れるものなんかあるのかな？コケモモ？卵欲しいなぁ。卵行きましょうよ。マックス。絞りカスなるまで働いてほしい。あ、いた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 ！アコ？アコだよね。アコだ！おぉ！盗賊に気をつけてね。襲われたりすんのかな、これ。やったー！やっほい！オーケー！とりあえず、村を作りました。名前ってこれ決めれないのかな？あ、変えれるね！こうま村。はい。こうま村で。あとこれはマークを変えれるのかな、これ。おー、謎の抽象的なマークですね。で、これで。はい、ということで。とりあえず、戦国ダイナスティー、スタートということでですね。ちっちゃい集落を作ってみました。これからね、もっとその、何？ストーリーで村人の頼みをいろいろ聞いて、ダイナスティーレジェンドのレベルを5まで上げると、コウマ村に住まわせることができる人の数が増える。建てられる建物も増える。そんな感じでどんどん発展させていけるんだと思います。はい、ということで、じゃあ、今回はここまでしましょう。次回またね、やっていきたいと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録お願いします。またこの配信が面白かったら、高評価ボタン押してもらえると嬉しいです。ではまた、次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。